浦部和義は、日本の外交官。富山県警察本部長、外務省大和局長、外務省大臣官房長、内閣官房副長官補、在エジプト特命全権大使等を務めた。東京都出身。東京都立立川高等学校を経て、1966年に、一橋大学法学部を卒業し外務省入省。フランス語研修を受ける。 1995年外務省大和局長就任。1997年に、ロシアのイリューシン第一副首相が予定されていた、訪日を突然中止し、スイスを訪問していた問題では、アレクサンドル・パノフ駐日ロシア大使を呼び出して、説明を求めたが、パノフ大使は、本国の事情については知らないと説明するのみであり、その後、橋本博士外務報道官は、理解に苦しむ。 遺憾の念を禁じ得ない。納得いく説明があって叱るべきだ。と、記者会見で述べた。1997年には、外務省大臣官房長に就任。外務省独自に行ってきた、外務公務員一種試験を廃止し、国家公務員一種試験と統合する方針を、公務員制度調査会で表明した。野上義次事務次官から竹内幸雄、高野期限。 大島翔太郎と共に公認時間候補として挙げられていたが外務省機密費流用事件の機密費流用があった1997年から1999年に外務省大臣官房長を務めていたことから監督責任を問われ厳重訓戒処分を受けていたため最終的に次官に就任することはなく内閣官房副長官補や中エジプト特命全権大使を務めた後 2004年、大感。朝日新聞1997年3月6日。朝日新聞1998年3月25日。浦部和義神奈川県司法書士会。ありがとうございます。